お米氏の殿堂入りから2ヶ月程度経った頃、普通に諸先輩が他がお好み焼きを食べに行こうというので、久々に道頓堀に行くことになった。奇遇なことに火曜日だったので、例のバイトの女の子が勤務中だった。我々は彼女に以前は注文しなかったもんじゃ焼きやサラダを注文した。彼女は注文を調理場に伝えたかと思うと、すぐに引き返してきた。彼女は申し訳なさそうに言った。店長が注文あると思って、先におこたこ焼きの汁多めを用意してしまいまして、間違いじゃないか、聞いてこいと。店長よ、どこに客が注文する前に予言する奴がいるんだ。手前の先走りな、ご発注のくせに。手前で確認に来ないなんて、それでも、店長か。女の子の顔を立てるために、お米しセットを買うことにした。せっかくなので、久々に、封印を解き。異様なテンションの、お米したい。一緒に来てた、諸先輩、そっちのけで、作って食べる、お米したい。この日は、信じられない、店長の失態で、お米し祭りになってしまった。その日から、5年は経っただろうか。お米し祭りは、その時以来、開催されなかった。それも、そのはず。先ほどの、お米し祭りから、5ヶ月後に、道頓堀は、潰れてしまったのだ。他の店で、できないこともないが、道頓堀あってこその、お米氏だった。そんな、我々は、もう一度、会いたい気持ちでいっぱいだ。店長じゃないよ。バイトの女の子だよ。綺麗になってるだろうなと思う、お米したいでした。